巨人対広島の5回戦、先発はメルセデス。立ち上がり、4番のマクーブルームを抑えて無失点。対するカープの先発ピッチャーは床田。ツーアウトランナー2塁、得点圏にランナーを許しますが、岡本をセンターフライに打ち取りまして、こちらも無失点の立ち上がり。3回、小林に対して今シーズン武器にしているパームボールを今日初めて使って空振りの三振。4回、メルセデスに対してカーブ、ワンアウトランナー2塁1塁、坂倉、外の変化球で空振り三振、堂林ショートゴロ、カーブ先制ならず。0対0のまま4回の裏、ツーアウトランナー3塁、ウォーカーの当たりはセカンドゴロ。菊池も冷静に下がってゴロを処理して、両チームまだ得点なく5回に入ります。ツーアウトランナー2塁から西川、インコース難しいボールでしたが、今シーズン第1号のツーランホームランで広島が先制。6回の表、ツーアウトランナー3塁、さらなる追加点のチャンスで堂林がライト前に運びまして3対0、カープがリードを広げます。メルセデスはマウンドを降りました。6回の裏、ツーアウトランナー2塁3塁から岡本、トコラ得意のパームボールをセンター前に弾き返しまして、2点も返して1点差。8回、メルセデスの後を受けた高橋優希、先頭の菊池、レフトへ大きな当たりですが、代わって入っている竹岡が好プレーを見せます。そして後続もしっかりと打ち取りました。高橋2回をパーフェクトに抑えます。8回、ワンアウトから吉川、右中間を破るツーベースヒット。そして坂本のところでピッチャー交代、島内、坂本フォアボール、ランナーが進んでポランコ、ライト線への2点タイムリー逆転ツーベースヒット。ジャイアンツがゲームをひっくり返します。さらにツーアウトランナー2塁から代打中島、インコースのストレート詰まりながらもライト前に運びまして、貴重な追加点5対32点リードに広げます。9回、ルーキーの大勢が昨日に続きマウンドに上がりました。代打大森三振。ツーアウトになって最後のバッター宇草、レフトフライに打ち取りまして、大勢が球団史上最速の11セーブ目をマークして5対3、ジャイアンツが逆転で勝利を収めています。